今日は新藤正和くんとセッションです。井戸野さんの井戸野さんの雨の日セッション。まあ雨の日は板滑るからな。まあ楽しいよな。うん、楽しい。なんか柔らかい。おやべ、湯気降ってきたぞ。降ってきた。おーすごい。ふらしてません。人工で回りません。そうです。正和くんは俺の師匠だからね。このフリーライドのなんつうんすか、この自由なあのラインの発想力ね。ああ、まあ滑ったね、いろいろね。だ最初の頃はもう技術選手権の選手だから、もう俺から見たら超下手くそ。ダサいダサいの何者でもないっていう。あ、そう。だってウィングつけてパウダーこうやって滑ってんだよ。ガルイング、ガルイング。もうヤンキーじゃねえんだからよ。すげえ思うけど、大体パウダー行くと、小回りなんだよ。だ、パウダー8書きたくなるの、あれは。いや、違う、スピードがねえから。あ、そうなるの。なんだ、もう自分で踏まないと帰ってこないっていう。特にスキーはの。なるほど。なるほどね。なるほど、ね。まあこれはもうはっきり言ってね、ワックスも関係すると思うよ。ああ。こういう時にやっぱり差が出るよな。そうですな。画面に塗ってる人。そうですな。塗ってない人。ああ。今日これ滑った後に、あ、これ濡れてる雪だから。そうね。掃除しようかなっていう。ちなみに使ってるワックスは。あ、僕ですか。はい。僕はこの手作りワックスのジャムズワックスって。静岡にある会社です。なるほど。まあいろいろ種類あって、僕は今マスターっていう、まあ温度高めで、うん、やワックス何使ってるの。僕林ワックスです。林ワックス、はい。ちょっとステッカーも貼ってなくてすいません。あ、林ワックス、はい、はい、地元のそう、庄内を代表するで羽黒で作ってます。結構ね人気あるよ。そうだね、結構いろんな有名な選手がいて、すごく滑るっていうこと言ってましたもんね。リキッドだよね。ああ、そうそうそう、リキッド、ね、リキッドね、はい。リキッドはほんと簡単。へー。10秒でできる。10秒で10秒10秒で10秒でさっとまあリキッドつけて、さっと塗ります。で終わり。そうね。ブラシとかした方がいいけど、本当はまあ、そこまであれだけど、まあでも一般僕らみたいなスノーボード好きなやつは、まあちょっと滑んないやばいっていう時にシャッとできるってことね。シャッとできる、超速いっていうワックスがあるそうです。ぜひ、ぜひ使ってください。かっこいいよな、まずそのステッカー。そうですね、これもジャムさん手作りの、ちょっとこの間FWQ でハゲちゃったんですけど。あ、でこれが新しく R 天国江戸野さんのステッカー、はいはい、これ金色なんだよ。売ってないんだよね。わかる、これわかる。これ認められた人しか貼れない、俺もらってねえけど。マジで。いや、マジマックスだ。この、あ、そうそう、このステッカーね、そう、ステッカーがね、認められた人しか付けれない。これね、その R 天国、そうそう、ステッカーあるじゃん。うん、ユドノさんは本当に R 天国なんで、ここでうまく滑れるか滑れないかが、まあ、はっきり言ったら技術の差が。はい、新しいロジックにもジュン君からゲットしました。預かってました。ここのね、シェイプしてるディガーの丸山ジュン君が、もうこれね、作ったからっていきなり持ってきて渡された。ありがとう、ジュン君、ありがとう。まあコースもすごいいいから、よし。まあこれ今は貼れないよ、これは。そうだね。あ、落とすとあれ。はい、しまってください、大切に。この手。これはあれです、この間使ってたグローブのメーカーのこれですか。エルゴグリップ。エルゴなんですけど、普段はね、エルゴグリップのグリグリタイプの。今日はほら雨だからさ。あ、なるほど。やっぱりホームセンターの500円のやつ。いや、いいですね、はい。カッパもなんだっけ、まあ、これですね、カッパも、ワークマンの、ワークマンのおしゃれカッパ。まあどんどんほら吹雪になってきましたよ。あ、いいよいいよ、ふれふれ、もっと。でも完全に俺濡れてるけど。まあいいんじゃね。さんの第3リーゼンコース。第3リーゼンコース。
方上手いっすね先輩。 R の使い方、うん、R に登るときに、うん、なんだろうな、まあ、いわゆるエッチング、うんうんうん、エッチングは緩くなるんだよね、うん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 、なるほど。登ってる最中は緩まってきて、うん、で一番高いところで、まあうん、ターンピーク、うん、っていうやつターン戻ってくるとかイメージするところが、うん、R の一番上だったらそれでいうふうな動かし方で面操作すればいいけど、うんうんうん、飛びたかったらそのね、ここの帰ってターンピークの部分のさらに上をターンピークイメージすると、うんうん、なるほど、体のリードの仕方がだいたい。ズルルとかミスる人ってエッチングが強いまま壁に登っちゃうから刺さっちゃうの。そうですね、うんうん、まあ どっちも前乗りの、うん、スキーだったら前乗りの傾向も出るわけじゃん、うんうん、で失速するっていうね。だん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 だいたいそういう人っていうのはショートターンもなんかもうすごい力強くてもうおりゃおりゃおりゃってやってくる感じのなるほどスキーヤーで、はあはあ、でなんかなんだろう、女性に多いのが結構テールの使い方上手で、うんうまくこう降りるときに角つけてシュッと降りてくれる、うん、女性の人多いんですよ、うんうん、うまい人うまい人はなんだろうね、やっぱ重心がちょっと後ろなのかな、男の人よりも。なるほど、うん、うまくその働いてるっていう。そうして、滑ってるとなんかやっぱ R、うん、あーって楽しんでるのは、うん、結構あのジュニアでも女子が多くて、うん、で男はなんか強いことやろうとしてるからだいたい失速するのね。なるほど、そうするとタイミングも失うし、そうなんかこう無理やり感が、あ、かなり、ね、落下できないもんね、止まるから。できない、やっぱ男って強引だなっていうのがすげー感じるわなるほどねなんか見せたいとか、うん、はいはい、うん、まあでも R の使い方は本当でまあいろいろな説、そのやっぱ板の特徴もあるし、うん、やっぱ硬いあるもあるし立ってるあるもあるしさ、うん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 、でもこれをなんか淀野さんは全部あるから、うん、まあ今のところはもう結構なんだ、僕らから言ったらフロントサイド、うん、フロントサイド、うん、レギュラーサイドの、うん、だからこうなんだバックサイド側のこう、うん、キレっていうかさ、うん、サーフィンで言ったらなんだカットバックみたいな、カットバックね、か、うん、ハックだっけ、ハック、あ、すげえスラッシュみたいなバッて当てる、全く分かんないあ